こんにちはハッピーブライダルナビゲーターの北平純子ですブライダル台本に関する質問やご相談をいただいています今日はこんなご相談ですえ自社自分の結婚式場で司会者を育てたいのですがノウハウがありませんどうすればいいでしょうかというご相談です まあ、そんな時こそぜひこのブライダル台本を活用していただきたいなと思っていますこのブライダル台本には結婚式の王道パターンや、まあ、さまざまなこうパターンにえゲームですとかえご提案といったところで必修、えー、しています なのでそういったことを、ね、いろんなパターンで練習することも可能ですしまた、打ち合わせの仕方やプロフィールの作り方また、プロフィールのです、ね、さまざまなパターンもご紹介していますそして結婚式の進行を入れるような表までつけてありますからそういったことに沿ってですねご自分のところで司会者をお育てになるのもいいのではないでしょうか。 私は司会者事務所を経営していますのでぜひいろんな結婚式場やプロデュース会社の方にはえこのプロの司会者を使っていただきたいなっていう思いはあるんですけれどもご自身の結婚式場の中に、まあ、司会者さんがいればです、ね、何かあった時に心強いですしまた自分のところの結婚式のことを一番よく知っている司会者さんがいるっていうのはその 結婚式場やプロデュース会社にとってはブランディングにつながると思うんですねそういった形でもぜひこのブライダル台本を活用していただきたいと思いますそしてその司会者さんの声や笑顔によってまたさらなるハッピーなブライダルシーンを作っていただきたいと思っています